リンゴワインとビンブルアップファローバイン、または、モーストはドイツ語でシードルを指す。主にグラニースミスや、ブラムリーのような生殖用、または調理用のリンゴから製造される。アルコール度数は4.8から7.0%で、あり、酸味がある。リンゴワインは地域によって、エブリボイ、アップラー、ストフッシュ、アプフェルモスト、ビス、サウアーモーストという名称で知られている。 アップラーという名前は、主に大手の生産者が用いており、レストランや小規模なメーカーでは、一般的にシャーパン、またはシャップと呼ばれている。フランクフルトでは、七マ土属の果実を袋詰めにして加えることで、渋みを加える。このタイプのリンゴワインをスプヤーリングと呼ぶ。リンゴワインはリンゴを圧搾して製造する。リンゴのジュースや果汁を酵母と共に発酵させ、 一般的には6%程度のアルコール度数の飲料を作る。また、小さな実をつける固有樹木のスプイヤーリング、またはスプイヤーリングの未加工の果汁を加えて製造することも可能である。リンゴワインは主にヘッセン州の特にフランクフルト、ベッテラウグン、オーデンバルトといった地域で生産、消費されている。モーゼル・フランケン、メルツイヒ。 そしてトリーといった地域やカブザール地域やルクセンブルクとの境の地域でも同様である。いくつかの大手メーカーはこれらの地域にあり、伝統的なレシピを使用している。小規模、または個人のメーカーの多くもここにある。リンゴワインが飲めるレストランがザクセンハウゼンに数件、ある。これらの地域では定期的にリンゴワインのコンテストや市場が開かれており、小規模、または 個人のメーカーも参加している。これらのイベントでは、リンゴワインの歌が作曲され歌われる。メルツヒ地域は、ビスクイーンの名を、カブザール地域は、ビスキングの名を冠する。バイズストラッサに沿って展示されている、リンゴワイン醸造設備バイズストラッサの道路、標識リンゴワインは、ゲリプテスという専用のグラスに注がれる。このグラスは食器を使わずに食事をしていた頃の名残を、 残し、光を反射する、菱形の模様を有する。伝統ある、リンゴワインの飲めるレストランでは正確に0.30リットルで、給される。リンゴワインで満たされたゲリプテスを、シャーパンとも呼ばれる。多くの国で、ビールが、ピッチャーで買えるように、ほとんどの場所で、リンゴワインは、ビンブルに入って給される。真ん中の膨らんでいるビンブルは、一般的には、配置で、 青色の模様が描かれる。アイフェル地方、フンスリュック近辺、モーゼル渓谷周辺、カブザール一帯、トリーヤでは、リンゴワインの容器は、バイズプアーズと呼ばれ、それには、白色の陶磁器、または、石器も含まれる。ホットリンゴワインは昔から風に対する家庭療法や、寒い季節に暖を取る飲み物として扱われている。リンゴワインを熱し、シナモンスティックや、 可能であれば、クローブやスライスレモンと共に飲む。行動のビスルートは、ザールブルクとルクセンブルクの境をつなぐ。毎年ビスフェストという祭りがメルツィヒで開催されており、日程は毎年10月の第2土曜日である。ありがとうございます。